展示の内容を図説日英関係史という本にまとめました。江戸時代の日本とイギリスの関係を約300枚の画像からビジュアルに紹介しています。当館の所蔵する一品のほか、日本とイギリスに残されていた進出資料も掲載しています。